はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回は本日追加になりました S ランク中継ぎ、こちらについての動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけでございまして、シリーズ2早くも5ポジション目の追加になりました。今年はですね、結構もう開幕からイレギュラーな年だったので、更新というところもね、比較的ゆっくりになるんじゃないかなというふうには思っていたんですけれども、なんだかんだここまではですね、過去最速のペースで通常の S ランクは追加になっております。ということで今回のラインナップ的にはこんな感じでございまして、まずはですね、今回追加になりました12選手能力ポイント解説からやっていきます。今回の追加はおそらく多分中継ぎの中でも2番手かな、2番手か3番手かっていうところの枠が追加になってるかなと思うんですけど、まあ能力ね、全く変わってない選手もいれば、今回初登場になってる選手、ないしは変わってる選手っていうところもちらほら出ているので、その辺しっかりと見ていきたいと思います。でその後ですね、今回追加になってるグレードアップスカウトですね、こちらを回して終わるといった流れでいきたいと思います。まあ今回個人的にも狙いの選手またね、登場してますので、しっかりとね獲得目指してやっていきたいと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、早速ね能力の方をまず見ていきたいと思います。まずは西武平選手から。はい、こちらに関しては球威がプラス4のアップ査定になりました。それに伴ってですね、称号で 9A というところが狙えるようになりましたね。まあここに関しては当然といえば当然かなと思うんですけど、シーズンの成績が反映された査定になってるかなというふうには思います。であとはストレートの査定が E だったんですけれども、そこも B に上がりました。ここは本当に正当な査定になったなというふうに思います。あとは球種の部分でシュートが追加になって、チェンジアップが下方向から右斜め下方向に変更になりました。といったところでは、まあ完全にこの平選手に関しては強化と言っていいんじゃないかなと思います。続いてソフトバンク高橋礼投手でございます。こちらに関しては能力の変動なく、78、66、75という能力で、称号で 9EA ないしは9スタミナの同値ですねというところが狙えるようになりました。まあこの高橋礼投手に関しては評価のところとかでもまた言うと思うんですけど、鉄腕の称号ですね、発作の鉄腕の称号をつけて9スタミナの同値に持っていけると、中継ぎができて9スタミナの同値の選手ってそうそういないので、まあそういった点ではかなり貴重な、投手になるんじゃないかなというふうに思います。続いて楽天牧田選手ですね。はい、こちらに関しては球威がプラス5のアップ査定、制球がプラス1のアップ査定ということで、同値になりましたね。デフォルトでの同値非常にありがたいなと思います。あとは先発の中継ぎが限界突破0でいける査定になってますね。まあ抑えに関してもね、 G じゃなくて何かしら査定をつけてもいいんじゃないのって思うところはあるんですけど、まあまあ今現状だとこんな感じの査定になってます。でもまあ間違いなく強いですね。続いてロッテ小野選手でございます。こちらに関しては通常のスランク初登場になりました。ここは能力的には73、62、60という能力で、球種的には6球種ですね。はい、こんな感じの球種を持っております。あとは限界突破5回で抑えもいける適性は持っていて、まあ球威型っていうところなので、まあその点では、使い勝手的にはねいいんじゃないかなというふうには思います。続いて日本ハム玉井選手でございます。こちらに関しては能力の変動なし、球種の変動なし、特殊能力の変動なしということで、まあ全くねシリーズ1と、同等の能力になってるかなと思うんですけど、まあここに関しての球種の数が一応ね6球種あって球威型というところなので、まあまあ使い勝手的にはいいかなと思います。続いてオリックス山田選手でございます。ここもですね、通常の S ランクは初登場という感じなんですが、球種的にはですね6球種持っていて、ここももう玉井選手とほぼ同じですね、6球種持ちの球威型っていうところで、使い勝手的にはいいかなと思います。ただちょっと限界突破の分とかがきついっちゃきついかなって感じですね。続いて巨人大竹選手でございます。こちらに関しては巨人バージョンでの S ランクに関しては侍ジャパン以来の登場になってるかなと思います。でその時は制球スタミナの同値だったかなと思うんですけど、まあ、このシリーズ2では球威型になっていて、称号で球威と制球の同値が狙える能力になってます。あとは限界突破ゼロで先発もいける適正備を持ってますね。続いて DeNA 石田選手でございます。こちらに関しては能力の変動なく、77、70、70ということで、称号で 9A が狙える能力になっています。あとは限界突破ゼロで先発もいける適正になってます。まあ球種の部分とかもね一切変わってないので、なんかこの辺もうちょっと強化あってもいいのかなって気はしていたんですが、まあ、あとは若干特殊能力の部分かな、援護のところが切れ替えに変わって、脱三振が一番目立ったところがタイピンチ20丸に入れ替わったって感じですかね。続いて阪神岩崎選手でございます。こちらに関しても能力の変動なし、球種の変動なし、特殊能力の変動なしということで、まあほぼほぼ何も変わっていないっていう状態でございます。まあここに関してはデフォがかなり強いので、まあまあいじるところもっていう感じではあるとは思うんですけど、まあシリーズゾーンで強化されたままにシリーズ2でも出てきたって感じです。続いて広島菊池選手でございます。こちらに関しても能力の変動なし、球種の変動なしというところなんですが、抑えの適性が G から F に上がりました。まあここそんなに使う方いないかなと思うんですけど、一応限界突破5回で抑えいける感じにはなってますが、まあ中継ぎが基本的には技法としてはベストかなと思います。続いて中日福投手でございます。こちらに関しては能力の変動なく、球種の変動もなく、特殊能力の変動もなくっていう感じなんですけど、まあ称号で QEA ですね、ここが
が狙えるので、そこが一番大きいかなと思います。あとはシリーズ2もストレート動くのかな、ちょっとその辺がまだ、使用感出てないと分かんないんですけど、まあ単純能力的にはかなりいいんじゃないかなと思います。で最後ヤクルト梅野選手ですね。はい、こちらに関しても能力の変動なく、急所の変動もなく、特殊能力の変動もなくっていう感じなんですけど、まず9位に関しては勝負で QA が可能、あとは抑えに関しても限界突破ゼロでいける適性持ってますね。はい、ということでございまして、以上がですね今回の12選手だったんですけれども、ここからですねちょっとガチャの方を回していくんですが、まあ今回狙い的には3選手います。まず1人目がやっぱり DeNA 純正必須な石田選手ですね。ちょっとなんか今年ね DeNA の選手ビジユニが多いですね。三島選手のシリーズ2もそうだったんですけど、ちょこちょこなんかこう DeNA の青のユニフォームをね出してきますが、まあ今年ねこの石田選手かなり頑張ってるので、ぜひともね獲得しに行きたいなと思います。であと2人はですねこのアンダースローコンビでございます。まあ、パリーゴーダーにね欲しい高橋礼投手と牧田選手、この2選手でございます。まあどっちもかなり絶妙なラインで、高橋礼投手に関しても多分称号が決まってなければオーダーに入れられないですし、牧田選手に関してももしかしたらオーダー入らないっていう可能性もあるんですが、とりあえず今回ちょっと自チーム楽天で行ってみようかなと思います。まあ A ランクずっとね涌井選手の A 狙ってるっていうところもあるので、まあそこも合わせてやっていきたいと思います。はい、ということでございまして、じゃあやっていきましょう。まずグレード1からいきたいと思います。でおそらくなんですけど、外国人 OB に関しては28日臭いですね。まあこのポジション追加の終了日、中継ぎのこのガチャの終了日が28日、5日後っていう感じなので、まあおそらくそこかなと思います。でただワールドスターがねもしかしたらこの間に来るかなと思ってたんですけど、28日までということは24、明日もし来たら25、26、27、28で4日間開催なんですよね。って考えるとちょっと短すぎるような気もしなくもないので、まあ、ワールドスターはもうちょっと後ろ倒しになるのかななんて思ったりもしてますが、果たしてどうなるでしょうか。そもそも外国人 OB がこの絵落ちとかっていうのないですよね。なんかちょっとそろそろその辺も心配にはなるんですけど、まあさすがに来ると信じて待ちたいと思います。お、1枚目おーいいっすね、村上選手のAランク出す。ちなみにそうだ、ちょっと今回の AB ランクとかはどんな感じの追加になったか見ていいですか。全く今回見てない。ちょっと DeNA で見ていいですか。 DeNA が一番わかりやすいので、佐野選手ってことはレフトか。佐野選手の能力は、あーミパドーチ72、72のミパドーチ、なるほど。まあミパドーチの可能性あるなと思ってたんですけど、ちょ待って、まだショートあんの、まだショート適性残ってんのこれ。もうちょっと能力上げてくれてもよくないですか。ステータスちょっとその辺お願いしたいな。なるほどね。で B ランクが先発枠で、 C ランクがサード、 D ランクが中継ぎって感じですかね。さあということでグレード3いきましょう。じゃあそうなったらまあ新シリーズの佐野選手とかの A ランクも欲しいっちゃ欲しいですけどね。さあ思っていきましょう。まあもし今月ワールドスターが来ないとなると、結構いろいろと、まあ通常が若干早くなってる分後ろ倒しになるのかな、いろいろとっていう感じはしますけどね。大和選手のこの写真かっこよくないですか。このスラッガー感いいっすよね。はい、やだす、OK。今現状だと楽天の S ランク浅村選手も欲しいので、このグレード7に行く前に S ランクをなんとか1枚2枚出していきたいところでございます。いやー来ないか。ちょっと前回の生放送の4連ガチャをひたすら回すあのコロシアム配信があったと思うんですけど、あの時もですねなかなか S ランク率的にはちょっと低かったので、まあその分の運をここに持っていきたい。お願いします。さああとは結構グレードアップスカウトの登場率が高いですね。グレードアップスカウト来て、戦力強化スカウト来て、またグレードアップスカウトだったので、まあまあこの中継ぎの追加だとしゃあないかなっていう感じもあるんですが、結構なんかそろそろポジション追加のガチャもね、何かしらまた新しいガチャ出たら嬉しいななんて思ったりもしているんですが、さあこの辺もね、まあ新イベントは最近、おーじゃおー木浪選手の S ランクが出す。いやこの辺でねなかなかシリーズ2が引けないんですよね。自チームの 30% というところも外しましたが、まあやっぱ同時排出期間はまだまだ厳しいですね。はい、ということでグレード6いきたいと思います。さあ来い、月演出出てる、いいよ調子くん、レッツゴーからの金文字、さあ頑張ろう、お願いします。いやー来ないか。まあまあ一周の中で確定以外で1枚出れば全然いい方といえばいい方なんですが、飛ばないか。おっ、おー石川選手の A ランク、あ田島選手の B ランク、いいっすね。今日追加かな多分ね。さあ則本選手の A ランクの涌井さん、おお青山選手、まあまあ青山選手も OK。 ちなみに田島選手の能力はどんな感じなんだろう。
あんま変わってないのかな。まあちょっとこの辺はまた S ランク出た時にでも触れたいと思います。さあということでラストグレード7いきたいと思います。まあ自チームこのまま楽天でいっちゃいましょう。牧田選手が一応 30%、 それ以外でも高橋礼投手か石田選手どっちかが出ればラッキーということで、じゃあまあ今回のラストいきますか。グレード7いきたいと思います。お願いします。さあまあどうだろう、今回ちょっとオーダーバランス見つつ、もしかしたらまたどっかのタイミングで追加ガチャっていうところ入れるかもしれませんが、まあもしかしたらまだ明日ねワールドスターの可能性もゼロではないので、とりあえずちょっとエナジー温存でここは一周で狙いを3人のうち誰か行きたいところでございます。さあ頼むお願いします。さあグレードアップスカウト、前回あの抑えが追加になった時にはね結構ぐるぐる回したんですけど、今回は一発で狙いの選手誰かしら行きたい。お願いします。さあ途中、いやー来ないか、エースだ来ない。はいということでオールビーでした。ラスト行きたいと思います。確定。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回のラストを締めくくるのはこの選手です。お願いします。